アーペネット、アーペネット、アーパネット、アドバンストリサーチプロジェクツエージェンシーネットワーク、高等研究計画局ネットワークは、世界で初めて運用されたパケット通信コンピュータネットワークであり、インターネットの起源でもある。アメリカ国防総省の高等研究計画局、略称 ARPA、後に、ダーパが資金を提供し、いくつかの大学と研究機関で、 プロジェクトが行われた。アーペネットのパケット交換は、イギリスの科学者、ドナルド・デイビスとリンカーン研究者のローレンス・ロバーツの設計に基づいていた。パケット交換は今日データ通信の基盤として、世界中で使われているが、アーペネットの構想が持ち上がった当時は、新しい概念だった。パケット交換が登場する以前、音声通信やデータ通信は、 回線交換が基本であり、電話の回線網のように電話をかけるたびに、通信局から通信局まで専用の電気的接続がなされていた。この場合の通信局は電話やコンピュータである。この一時的な専用回線は多数の中継局間の回線から構成されており、発信局から受信局までを結ぶようになっている。パケット交換では、 データシステムは単一の通信リンクを使って複数のマシンと通信する。データはデータグラムに分割され、パケットとしてそのネットワークのリンク上を転送される。パケットは小さいので、リンクはすぐに空き状態となり、別のパケットを転送可能となる。そのため、郵便ポストが様々な宛先の手紙を出すのに、使えるようにリンクを共有できるだけでなく、各パケットは、 それぞれ独自の経路で転送される。アーペネットに直接影響を及ぼしたコンピュータネットワークの概念の提唱を行ったのは BBN テクノロジーズの J-CR リックライダーによるタイムシェアリングシステムによるネットワークである。リックライダーの1960年の論文、人間とコンピュータの共生の中で早くもリソースを共有するためのタイムシェアリングシステムのネットワークの 可能性について言及している箇所が見られる。またリックライダーが ARPA のイプト部長に就任した後の1963年にイプトの女性機関宛てに送ったメモランダム銀河間コンピュータネットワークメモランダムの中ではイプトの将来的な目標として相互の研究内容の情報を共有するためにコンピュータネットワークを構築することの提案を行っている。これには 現在のインターネットを構成するほとんどすべてのアイデアが盛り込まれていた。ビッグライダーは計画が実施される前に ARPA を去ったが、その構想はアイバン・サザランド、ロバート・テイラーといった彼がイップトに入社した彼の後継者たちによって受け継がれることになった。サザランドとテイラーはそのようなコンピュータネットワークを構築することに関心を持ち続け ARPA が 資金提供しているアメリカ各地の様々な企業や大学の研究者たちが ARPA の資金で開発されたコンピュータ群にアクセスできるようにしソフトウェアなどの計算機科学の成果を素早く広めたいと考えていたテーラーのオフィスには3つのコンピュータ端末がありそれぞれ別々の ARPA が資金提供したコンピュータに接続されていた一つはサンタモニカの SDC にある、二つ目はカリフォルニア大学バークレー校のプロジェクトケニエ、三つ目は MIT のマルティックスである。これについてテイラーは後に次のように回想している。この三台の端末はそれぞれユーザーコマンド群が異なっていた。だから私が SDC の誰かとオンラインで話をしていて、バークレーあるいは MIT の誰かと話したいとき、SDC との端末から離れて、 別の端末にログインして連絡する必要があった。注力何をするのかは明らかだが、私はそんなことをしたくない。インタラクティブコンピューティングが可能なら、一つの端末で、どこにでも接続できるべきだ。このアイデアがアーペネットだ1964年に、リックライダーがイプトの部長を退いた後、彼の役職を継いだサザランドは、リックライダーが提唱した。 コンピュータネットワークの実験を行ってみることにした。1965年に u c レイの2つのコンピュータをネットワークで接続してみることになったが、この実験は通信方式に問題があったために失敗した。1966年にサザランドの次にイプト部長に就任したテイラーはさらに一歩進めて本格的なコンピュータネットワークを構築しようと試み、 ARPA 本体から予算を取り付けた。ただしテイラーは、リックライダーと同じ音響心理学者で、コンピュータ工学のエンジニアではなかった。このためネットワークを実際に構築できる技術者を必要としていた。こうして、マサチューセッツ工科大学のリンカーン研究所から、半ば脅される形でイ歩プトに、リクルートされてきたのが、ローレンス・ロバーツである。ロバーツは1967年に、 これまで、リックライダーやサザランド、タイラーが概念として述べてきたことを指示書のような形でまとめた。これが、マルティプルコンピューターネットワークインターコンピューターコミュニケーションである。この指示書の中では、アーペネットの基本的な仕様が以下のように示されている。タイムシェアリングシステム本体にコミュニケーションの管理を行わせることに対しては、 コンピュータの管理者から否定的な意見が出されていた。このためロバーツは、リンカーン研究所の,の助言を受け入れ、タイムシェアリングシステムに、コミュニケーションの管理を専門に行わせる小さいコンピュータを接続させることにした。この結果開発されたのが、現在のルーターの前身とも言える、インターフェースメッセージプロセッサー、IMP である。1968年中頃までに、テイラーは、 コンピュータネットワークの計画を完成させ ARPA の承認を得た。そして契約者となる可能性のある140の組織などに見積もり依頼を送った。多くのコンピュータ企業は ARPA とテイラーの提案を絵空事ごとだとみなして考慮せず、送り返されてきたネットワーク構築の見積もりは12だけだった。ARPA はそこから4社を契約候補に選んだ。 同年末には2社に絞り込み、最終的に1969年4月7日、BBN テクノロジーズとネットワーク構築の受け負い契約を結んだ。BBN では当初7人のチームを結成し、フランクハートが指揮した。ARPA の見積もり以来は技術的にも詳細で、チームはすぐさまネットワーク接続用のコンピュータを構築できた。BBN の提案したネットワークは、 ARPA の計画に沿ったもので IMP という小型コンピュータでネットワークを形成して IMP をゲートウェイ、今日のルーターとして機能させローカルなリソースと相互接続するというものだった。各サイトでは IMP がストアフォワード型のパケット交換機として機能し IMP 同士はモデムを介して専用線当初 50kbitS で相互接続した。 ホストコンピュータと IMP は独自のシリアル通信インターフェースで接続された。このシステムのハードウェアとパケット交換ソフトウェアは9ヶ月で設計、構築された。第1世代の IMP は BBN がハネウェルの DDP-516 というコンピュータをベースとして構築した。指揮翼、次期コアメモリは 24KB 拡張可能で、 16チャンネルのダイレクト、マルチプレックスコントロール、DMC というドマユニットを備えていた。DMC は、ホストコンピュータやモデムとのインターフェースに使われた。フロントパネルのランプ群に加えて、DDP-516 には、IMP の通信チャンネルの状態を示す24個の、表示ランプがある。IMP は、最大4台のホストコンピュータを接続でき、 最大6台の IMP と専用線で相互接続できる。パケット転送の機構はストアフォワード型として設計された。また、各ルータは2秒ごとに経路情報を送信し、最小のトランジットタイムを持つ経路を評価するとともに0.5秒ごとに経路表を各送信先までのトランジットタイムを最小にするように更新する。 動的なルーティングアルゴリズムも実装された。このアルゴリズムは以前にポール・バランが考案していたものであった。ほぼ同じ頃、他の人々もそれぞれ独自にパケット交換について研究を行っており、まず1968年8月5日にイギリス国立物理学研究所 NPL が公開デモンストレーションを行った。アーペネットは 核攻撃にも耐えるよう設計されたネットワークだという言い伝えが広まっているがインターネット協会は否定しているその方式が1960年代前半にアメリカ空軍のシンクタンクであるランド研究所のポール・バランによって提唱された核攻撃下でも生き残れるコミュニケーション方式であるという点を持ち上げて冷戦構造全体の中で技術としてのインターネットを議論するべきなのか それとも、ロバーツの言う通りパケット通信は、バランの研究とは全く関係のない、イギリス国立物理学研究所のドナルド・デイビスの研究成果を反映したもので、インターネットの誕生は、新しいコミュニケーションツールとしての側面から評価して良いという議論までかなりの幅が見られる。インターネット協会は、 エイブリーフ・ヒストリー・オブ・ザ・インターネットの中で a r p ネ n e t を生み出した技術的アイデアの融合について次のように記している a r p ネ n e t が核戦争に耐えられるネットワーク構築と何らかの関係があると主張する間違った噂が始まったのはランド研究所の研究からであるランド研究所では核戦争を考慮した秘密音声通信を研究していたが a r p ネ n e t はそれとは 全く無関係である。しかし、後のインターネットワーキング作業の展開においては、ネットワークの大きな部分が失われても、インターネットワークが機能し続けるなど、その眼鏡性と生存可能性を強調したことがあるのも事実である。一方で、a r p ネットの開発のほとんどの請求書に署名を行ったダ a パの副局長、1967から1971、 局長、1971から1974のステファン・ジェイル・カシックは次のように述べている。目的は、新しいコンピュータ技術を利用して、核の脅威に対する軍事的指揮と制御のニーズを満たし、米国の核兵器の存続可能な制御を達成し、軍事戦術と管理の意思決定を改善することでした。アーペネットは、ルーティングテーブルの分散計算や頻繁な、 再計算を組み込んだことで、ネットワークの存続可能性が向上したが、自動ルーティングは技術的に困難だった。また、回ネットワークが失われても機能し続けるよう設計されているが、これは核攻撃を受けなかったとしても交換濃度とネットワークリンクの信頼性が低かったためである。a r p ネット構築を促進させたリソース不足について ARPA 局長、 1965-1967のチャールズ・ヘルズフェルトは次のように述べた。アーペネットは核攻撃に耐える指揮統制システムを作るために始まったのではない。そのようなシステムの構築は明らかに軍にとって大きな要望ではあったが、それは ARPA の任務ではなかった。実際我々がそれを試みていれば厳しく批判されただろう。むしろアーペネットは 我が国にある大規模で強力な研究用コンピュータの数が限られていて、それらを使いたいと思っている研究者の多くは地理的に離れたところにいるという我々の欲求不満が出発点である。a r p ネ n e t は1990年まで20年間軍隊によって運営された。当時の一夫と責任者であったテイラーは1994年7月にアメリカタイム誌で インターネットは核攻撃下でのコミュニケーションの生き残りを想定して開発されたという記事が掲載された時に事実とは異なる旨、正式な講義をタイム氏に対して行っている。パケット通信の先駆者、ポール・バランは次のように述べている。テーラーはそれぞれ異なるマシンに接続したいくつかの端末を持っていた。彼が考えついたのは一つの端末がそれら。 コンピュータのどれとも接続できるネットワークを構築することだった。それが a r p ネットの本当の起源だ。当時、そういった相互接続の方法は未解決の問題だった。村井淳は a r p ネットは軍事用に開発され、それが民間に転用されたという説に関し ARPA 基金の方針は非主流非軍事だが将来性を求め軍事直結の基金は 国防総省と区別があるアメリカ軍は湾岸戦争の時様々な通信技術を運用した結果 TCPIP 技術の高い有用性を初めて認識したとコメントしさらに中東派遣軍総司令官のノーマン・シュワルツコフは技術を禁輸にすべきだとまで言い出したというエピソードとともに次のように答えているアーペネットが最初から 軍の独占技術だったとしたら、こんなことをする必要は全くなかったでしょう。それどころか、すべてが軍の機密情報として扱われ、インターネットはそれこそ誰も知らないものになっていたはずです。a r p ネットは次の4カ所の IMP を相互接続する形で始まった。発足当初のメンバーには、以後のネットワークの歴史や文化に、 大きな影響を与えることになるジョンポステルやビント、サーフが含まれていた。アーペネット上で最初に送信されたメッセージは、ユーシアレイの学生プログラマであるチャーリー・クラインが送ったものである。1969年10月29日午後10時30分、ユーシアレイのボールターホール3420号室からのことだった。クラインは、 同大学のカラスタンフォード研究所の SDS940 へとメッセージを送った。その内容は、ロギンというテキストだったが、ローまで送信したところで、システムがクラッシュした。したがってアーペネット発のメッセージは、実際には、ローである。これは一文字ずつ、送信元から、送信先に対して、電話確認を行いながらの送信であった。約1時間後クラッシュから復旧させ、 当初のテキストメッセージ全体の送信を成功させた。アーペネットの高級的リンクが確立したのは1969年11月21日のことで、u c レ a とスタンフォード研究所の IMP 間のことである。1969年12月5日には、4ノード相互のネットワークが完成した。1970年3月、マサチューセッツ州ケンブリッジにある、 BBN にある IMP が接続され、a r p ネ n e t はアメリカ東海岸にまで広がった。その後、1970年6月には IMP が9台、1970年12月には13台、1971年9月には18台。この時点で接続ホスト数は、大学や政府機関を含めて23台。 1972年8月には29台、1973年9月には40台となった。1974年6月には IMP が46台となり、1975年7月には57台の IMP が相互接続された。1981年までに213台の ホストコンピュータが接続され、およそ20日に1台の割合で新たなホストが接続されるという状況になった。1973年、ノルウェギアンサイスミックアレーが人工衛星の通信リンクで a r p ネ n e t と接続され、ノルウェーはアメリカ以外で初めて a r p ネ n e t と接続した国となった。また、同時期にロンドンの IMP も地上回線で接続されている。 1975年、a r p ネ n e t は稼働状態にあると宣言された。本来、高度な研究への出資が仕事である ARPA は、この時点で手を引き、アメリカ国防情報システム局が運営を引き継いだ。1980年、a r p ネ n e t 初の負荷適用型のリンクステート型ルーティングアルゴリズムである BBN、a r p ネ n e t ルーティングアルゴリズムが、 pbn 社から提案され、実験が開始された。このアルゴリズムは実験開始直後に激しい、ルートフラッピングを起こし、不可適応型ルーティングアルゴリズムの字、運用が困難であることが世界で初めて知られるようになった。1981年、日本で初めてのアーペネットとの接続は、東北大学がローハネットに参加し、これを経由して接続されたのが最初であった。 これは、米国本土までの距離に比較して、地理的にも近いハワイまでの専用船の料金が、より安価に済んだことも理由である。1983年、アーペネットのアメリカ軍関係部分を分離して、機密には分類されない軍事関係の通信を担うとした。その後これを包含する形で DDN として発展。軍関連が分離したことで113ノードあった。 アーペネットは68ノードに縮小している。ミルネットは後にニップネットとなった。政府とのつながりのため、ある種のトラフィックは抑制、または禁止されていた。MIT 人工知能研究所で発行された1982年のコンピューティングについてのハンドブックでは、ネットワークでのエチケットについて次のように記している。年には、 IMP 間の回線として2 3 0 4ロビット S までをサポートしたが、コストと IMP の処理能力を考えれば、そこまでの通信容量を使い切ることはなかった。1971年には、堅牢化をしない、そのため非常に軽量なハネウェル316を使った IMP が登場した。これは、端末サーバーターミナルインターフェースプロセッサー、 チップとしても構成でき、ホストと最大63台の ASCII シリアル端末を接続できた。316は516より集積化が進んでおり、安価で保守が容易だった。チップとしての316は4 0イトの時期、コアメモリを搭載していた。メモリ容量は1973年に拡大され、IMP 用には3 2イト チップ用には5 6イトを搭載した。1981年、BBN は自社製の C30 というコンピュータ上で動作する IMP ソフトウェアを導入した。1983年、資金提供を行っていた国防省側の方針で NCP を TCPIP に切り替えることになり、a r p ネ n e t は初期のインターネットのサブネットとなった。これが 今日のインターネットにおける TCP、IP の使用にとって決定的な条件の一つを作ったと考えられている。インフネットの拡大に伴って a r p ネットは縮小していき、IMP やチップも消えていったが、一部の IMP は1989年までサービスを継続した。BBN と ARPA が共同で出版した a r p では、 次のように結論づけている。最後にふさわしい言葉として、次のように述べたい。アーペネット計画はそのネットワーク自体から、湧き出るように計算機科学の発展と強化に資する、強く直接的なフィードバックをもたらした。1990年2月28日に、アーペネットが正式に退役した後、ビントンサーフは、アーペネットの番が、 レクイエム・オブ・ザ・ア the a r と題して、次のように哀悼の意を表した。it was the first, and being first, was best, now pause with me, a moment, shed some tears, for world long the in, for love, for years and years. ピントンサーフこれは、最初の技術であり、そして最初であるがゆえに、最高のものでした。しかし、 今、私たちをそれを置き、永遠の眠りにつかせようとしています。さあ、黙祷を捧げ、涙を流しましょう。果たされたその信頼のおける方仕、そして果たされた義務のため、私は涙を流します。何時のパケットを置き、今こそ、ああ、友よ、そして眠れ。ビントンサーフ1988年、ユーシアレイの計算機科学教授レナード・クラインロックを議長とする。 委員会の国会への報告を受け、上院議員、アルゴアはという法案を作成。この法案が1991年12月9日に可決され、2位が生まれ、これを、アルゴアが情報スーパーハイウェイと呼んだ。2009年、IEE、e、マイルストームに、アーペネット関連で2件が選ばれた。1969年に始まった、アーペネットでのホスト間通信プロトコルは、 であり、IMP へのメッセージ転送を定義したものである。そのメッセージ形式は、様々なコンピュータアーキテクチャにおいても、曖昧さが生じないよう設計された。1822メッセージは、メッセージ種別、数値による、ホストアドレス、データフィールドで構成される。データメッセージを、他のホストに送信するには、送信側で、データの中身と、 宛先ホストのアドレスからメッセージをフォーマットし、1820にハードウェアインターフェースを通して、それを送信する。IMP はメッセージにある、宛先アドレスに従って、IMP 間でメッセージを転送したり、宛先ホストに配達したりする。最終的に宛先ホストにメッセージを配達した IMP は、Ready for Next Message RFNM を送信元の IMP に向けて、 工程応答として送信する。現代のインターネットのデータグラムとは異なり、a r p ネットは信頼性を持って1822メッセージを転送するよう設計されており、メッセージを送出した場合は、ホストコンピュータにそれを通知するようになっていた。一方 IP は信頼できないプロトコルであり、その上の TCP が信頼性を担っている。それにもかかわらず、 1822プロトコルは一つのホストコンピュータ内に複数の異なるアプリケーションがあって複数のコネクションを扱おうとした時にうまく処理できないことが判明した。これに対処したのがネットワークコントロールプログラム NCP で各種ホストコンピュータの各種プロセス間で信頼できフロー制御された双方向通信リンクを確立する標準手腕を提供した。 NCP インターフェースはアプリケーションソフトウェアがアー p ネット経由で接続することを可能にしており上位層の通信プロトコルを実装したものと言える OSI 参照モデルのようなプロトコルの改装化の初期の例である1983年 TCPIP が NCP 及び1822プロトコルにとって変わった NCP が 標準のネットワークサービスを提供したことで単一のホストコンピュータ上で複数アプリケーションが動作可能になった。これによりその上でアプリケーション層のプロトコルが仮想とはある程度独立に動作できるようになり各種応用が生まれることにつながった。1983年にアーペネットがインターネットに移行した際主なアプリケーションプロトコルも TCP IP 上に移植された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。